全然わからないんですけど。どうも、コンビニでバイトしてるカングアーです。リールをただ巻きするだけで息とついていないものに大きく分かれます。って、どんだけ種類あるんだよ。忘れてた。え、いいの？なんだこれ？なんてのは？そいつの重さ。あ、1オンスはだいたい 30g 感覚でやってるし。え、そうなの？ってのもあるだろ？ぶっちゃけ今までの感覚で。まあ気になったら今時は変態だからな。